ぐらい。で、これ剥がれて、どっからぐらい出てきた。これどこに飾ればいい。木しかない。これ前みんな、誕生日だからね、マサヤ、ジン、ユーザー、ショウゴ、ショウゴ、ショウゴ、タジ、この4人の誕生日を今からサプライズしたいと思いますので、てかね、バースデーがなんかハッピーだけこうなってるから、あーで、座ったところで俺がせーのって言うから、ハッピーバースデーバーン、オッケー、オッケー、早く、はい、TikTok 撮りましょう、撮りましょう、TikTok コメントみたいな、そういうことかそういうことか、だからだから全然気づかなかった、全然気づかなかった、せーの、ハッピーバースデー、全然気づかなかった。TikTok のやつの構成めっちゃ準備してた。めっちゃ考えてそれ。どう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 。嬉しいです。めっちゃ嬉しいです。いやー、嬉しいよ。こんな急に来たわ。ケーキのクオリティ高っ。いや、それがね、それがね、さっきちょっと言ってやってくださいよ。実は、僕がデザインしたんです。イエーイ、ありがとうございます。あー、待って待って、ジンとかすごいよね、ロケティアのあれよ、え、ガチガチンコ、すげえ、すごい、リヒトがこうやってみんなが準備してくれたのがめっちゃ嬉しい、ありがとう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 、ありがとう、あれやんね、ジャンピラーやん、これはですね、リヒトが僕がジャンピラーをしてるところを描いてくれたらしいです。ジャンピラーって同じポーズして、いいよ、いや、全然違うもんね、下意味なかったよ、もう一回もう一回もう一回、おー、いや、上行かんのかい、タケルが取ってきてくれました、めっちゃ綺麗、あと少しだ、美味しそう、下に隠れちゃったけど、INI もあります、マカロンね、これね、いやいや、マカロン食べたいって言ってたんでね、食べちゃう、いや、ちょっと待って、オッケー、オッケー、やったぜ、嬉しいね、やったぜ、これすごい、上近づきました、オッケー、まあ、しゃあや、500円ですか、いいね、いいね、ありがとう、オッケー、オッケー、オッケー、手を合わせてください、はいはい、いただきます、いただきます、おめでとうございますよ、やっぱ、はい、めっちゃ美味しい、ガチうまいっすね、クッキーうまクッキーうまいね、クッキーうまクッキーうまいね、ケーキ食べようぜ、そっくりさん、そっくりさん、そっくりさんだ、そっくりさん、みんな何歳になったの、僕は23歳になりました、19、マジで19、まだ19歳、まだティーンエイジャーです、何歳は24歳、はい、はい、おじさん、はい、おじさん、はい、で、ユダイは21歳です、イエーイ、うわー、お世話になったな、ユダイ、まだ若いな、今年の抱負も含めて、抱負ね、抱負を聞きたいですよね、はい、今年はもうやっぱり INI として初めての1年なので、うん、もう INI としても個人としても本当に何事も諦めずに挑戦してずっとなんか道をどんどん登っていけるように模索していく1年にしていきたいです、うん、いけるよ、タジなら、タジ、ね、ならいける、まあそうですね、19歳なんですけども、うん、まだティーンエイジャーですから、みんなにはない若さを守ってるわけじゃないですか、うらやましい、うらやましいわその若さでね、うん、もっともっと頑張っていきますし、うん、その若さでみんなを助けていきたいなと、おお、助かる、それは、そしてね、まあ、INI としてデビューするので今年ぶちかますぞー、イエーイ、乗りにくいと思う、乗りにくい、乗りにくいと思う、俺はそうですね、最年長の仲間入りしちゃったんですけど、いや、元からやあの、もちろん今まで以上に少年の心を忘れずに、まあこの1年はそうですね、やっぱ INI のデビューの年ということで、もう
駆け抜けたいと思います。ぶちかますぞよくなってないこっちサイドボロボロやったで今はい、今年の抱負は、個人的なやつは、やっぱもう21歳なので立派な大人やりということで、色気ムンムンでいこうかなと思ってます。いつからそんな色気に目覚めた？もう出てた。もう出てた。もう出てたっしょ、最近出てなかったですか？じゃなかったことにしてください。グループ全体の目標としては、やっぱみんなでやっぱ、ね、仲良くずっといたいなっていうのはほんまに思ってるから、今年もめっちゃ楽しい思い出もたくさんやっぱ作っていけたらなって思ってます。確かに、はい、リュウダいつも喧嘩してるもんね。いや真逆のことしてるやん俺。ちょっとそんなイメージだったの。ぶちかましますか？ぶちかましますか？やらんだやらないんだ。ぶちかますぜーい。まあ抱負も言われたところで、はい、ちょっと今先ほど手紙をいただきました、はい、スタッフさんから。スタッフさんから手紙。え、お祝い。ちょっと見てみますね。はい、なんと今回も恒例のバースデー企画やっちゃいます。覚えてますか前回のバースデー。覚えてる。あれでしょ、あのくじ引いて、あのやりやってほしいことをやるみたいな。まあおめでたい誕生日ということで、特別に僕たちがこの4人に4人のねお願い事を叶えちゃいますよという企画になっております。何にしよう、何にしよう。他のメンバーに叶えてもらいたいお願いを2つ紙に書いてください。はい、1つは今すぐ叶えられるお願い、ここで今、今ね。でもう一つはすぐに叶えられないけどいつか叶えてほしいお願い、うんうん、でもそのお願いがの誰が叶えるかはまだ分かりません。この箱に誕生日以外のメンバーの名前が入ってます。分かりやすい。名前を聞かれたメンバーがその願い事を叶えますよ。いいですか？はい、はい、じゃあ書いちゃって。やばい、どうしよう。たくみだったら今すぐ叶えられる夢何がいい？俺はなんだろうな。あ、リヒトのイケボでおめでとうって言って。おめでとう。イケボ早い、わからんちゃった。おめでとう。フェンファンはさ、もし自分が誕生日だったら誰にどんな風におめでとうって言われたい？フェンファンだったらどうする？なんかギャップが欲しいよね。ギャップ、こういう時ギャップね。誰のギャップが見たい？それこそね、マサヤとかに。大好きっすね。めっちゃ、ね、めっちゃチャラくいってほしい。あ、チャラい感じで。そうだよ、ね、マサヤにチャラい感じで。誰からいきますか？じゃあ端からいく。じゃあ端から。すぐに叶えてほしいお願いはこれにしました。どん、うっ、しで、し手紙、俺手紙したじゃんこの前。だから俺も即興のやつ頼みたいなと思ったんだけど、手紙誰かいそうだなと思って詩にした。レベル高くない？でも五七五とかでもいい。五七五とかね、俳句っぽい感じね。この願い事を叶えるのは一体誰なんでしょうか？ドキドキ。誰だ誰だ。開けちゃって、開けちゃって。俺かい、ミッキーだった。俺かい、マジで油断してたわ。五七五か。五七五、うん、こっちなんか分かりやすいかもね。え、おいおい、ひょみひょみすんな。かわいい。楽しみにしてます、楽しみにしてます。独特なんだね、独特の音っすね、ひょみひょみ。いきますよ。はい、はい、誕生日。ベタな、真偽ですよ。ベタな言葉来たよ。燃える赤髪。燃える赤髪。燃え続ける。燃えてるね。燃えてるね。いやーこれ違いますな。やばい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 。愛が伝わらない。嘘。愛を伝えますじゃあ。お願いします。愛を伝えます。燃えまくる。その髪、この心。もうあと2文字しかない、あと2文字しかない。赤く染める。
イエーイ、めっちゃ興味あるめっちゃ興味興味してくれてる、伝わってるっぽい。ミシ君のもう笑顔で全部伝わりました。じゃあ CO1 っていい。じゃあ CO1 っていい。でん、MJ のモノマネ3連発。うわ、3連発か。しかも MJ もう特徴的だからね。ね、これ誰でしょう。迷いなしだ。やった、後藤健。やったー、持ってるね。持ってるね。持ってるってないね。ポンポンポンって、まあ、モノマネやったらちょっと、なんてやろう、品質が落ちるんで、ちょっともう憑依させていただきますね。なくて憑依させてもらっても、ね、ちょっとじゃあ、ちょっと目つぶっといて。目つぶるわ。目つぶって、じっとしててね。もう絶対動いたらあかんで。うん、どういうこと。あ、なるほどね。お、憑依した。あ、入ったね。あれ入ってるわ。入ってんの、あれ、あれ入って、本当に。じゃあ3連発見たことない顔してるけど、入ってるか、あれ。3連発たくみお願い、またくみお願い。1個です。1個です。2つ目はですね、切り返すね。ジンのロケティアやろうかな。お、はい、どこでパート。絶対ジンのロケットなんじゃない。はい、このまま Just driving take off ロケラーチ。癖がね、癖がすごい。はい、じゃあ、あと1個、あと1個。はい、ちょっと待って、ほんと悔しい、ほんと悔しい。ちょ、はい。確かになるわ、確かにやるわ、確かにやるわ。満足していただけましたか。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。発表お願いします。即興手紙です。おお、ここで来た、即興手紙。即興手紙で来ました。じゃあ引いちゃって、後藤健来い。後藤健、主役たちよりなんか出番多なっちゃう。確かに。オープン、ドン。お願いします。これちょっと真面目になっちゃうけど、いいっすか。後藤健見ながら。じゃあ後藤健で。すごい、登場人物がすごい。ちょっとまあ、日頃ね、言えないこととかもやっぱあるじゃないですか、照れくさくて。はい、そうだね。なんかちょっと正也くんには、うん、それも含めて。いいね。ガチで言います。ガチか。いきます。はい、木村正也へ、お誕生日おめでとうございます。本当にいつも正也くんにはメンバー全員本当に助けられています。オーディションの時も、たくさん本当に、なんか泣いてきた、泣いてきた。ガチで頑張って頑張って。ガチでガチで演技お芝居。どっちどっちどっち。ガチでガチで泣いてんの。ガチで泣いてんの。なんで俺がキスはちょっとやめてよ。後藤健見ながら。本当にあのマサイ君にはたくさん成長させてもらって、オーディション中にはたくさんお世話になりました。でこうやって一緒に今お仕事できてることも本当にすごく嬉しいです。なんか自分でなんか自分も支えられることないかなっていろいろ考えてるんですけど、まあ、支えになれるようにもっと頑張ります。これから先もあのずっとずっと一緒にいれるように、俺たち全員で頑張って最高のグループにしていきましょう。本当におめでとうございます。すごいでしょ。まさや聞いてどうだった。今の手紙想定外の、いやいや、まあもうほんとね、想定外でしかなかったよ、ね、後藤健見ながらめっちゃ泣いて。いやでも そんなねちょっとうるうるしてきてる、ね、うるうるしますよ、うん、まあ、いや嬉しいっすね。いやもう本気だったからね、うん、いやありがとう匠。いやいやもうほんとに、いやいい男だよ。不思議な時間でしたね。とても。こんな素敵な企画の後にすいません。
腕相撲をしてほしいです。負けないよんなんでそんな、ね、お願い事で腕相撲をし、そんな腕相撲をしたかった。あ、そうですね、やっぱ筋肉担当狙ってるんで。なるほどね何人いんだよ、筋肉担当ね。リー君引いてほしいな。その座を、その座をちょっとここでここで今締める。そうですね、ちょっとリー君か西先輩かちょっと。じゃあ頑張ろう。でもね、9時は9時だから。そうですね、はい、こいつだ。はい、開け開け開け。後藤だけの混ぜた意気込み、なんか一人ずつ言おうか。じゃあはい、あ、チャレンジャーからどうぞ。ちょっと可愛がってやりますよそうですね、あの筋肉痛すごくてめっちゃあの体も痛くて体調悪いんですけど頑張りますじゃあなんでこれやるじゃあやるな。保険すごい、保険がすごいねじゃあ力抜いてな、力、力抜いて、筋肉はい、OK、抜いてです。出てこい。ほんまに弱いな、あもう一個って誰か何か言って。まだ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 いける、まだいける。もうなんか俺が力入れた時にはここでした。おめでとう。僕の2つ目のお願いはこれです。で、家にご飯を作りに来てほしい。いいね。何作ってほしいの。好きなご飯はハヤシライス。ハヤシライス。普通に夜ご飯作りに来てほしいですね。作る作る、全然、作るんかい、うん、やったあれだ。でです、誰まさかあー、ひらめよ、はい、なんか嬉しいな。いや、全然作りに行きますよ、僕よければ。ひろむ上手そうだね。ね、上手そう、上手そう。いや、作ったことはないですけど好きそうなんで、料理は何の自信なんで自分で分かってる。俺もハヤシライスめっちゃ好きだ。おー、一緒に食べる。一緒に食べる。一緒に食べますね。いいね、はい、一緒に食べよう。じゃあもうだから全然くつろいでてもらって。いや、ありがとう。ぜひ、じゃあ今度絶対ぜひぜひ来てね。うん、作りに来てね。じゃあね、お楽しみにということで、はい、じゃあ私の長期的なお願い、はい、こちら、でん、焼肉デート一緒に行ってもらう、かっこジャン負けおごり。ジャン負けおごり、ちゃんとジャン負けしてくれるんだ。よし、行くぞ。後藤だけの来い。それ俺が来た時ちょっと気まずいじゃん。西井さん。後藤たける声って言った後に俺の気持ちいいよ。めっちゃ嬉しいわ。ひーくん、ちょっとなんか美味しいところとかある？あー、もう美味しい。僕も焼肉好きだからね。おー、もうめちゃくちゃ美味しいところ知ってる、うん、これでめちゃくちゃ高いところ行ってジン負けて。どうすんの。いや、もうねすぐ後藤たける呼ぶわ。俺らまあ最年長なんでね、あのこんなもんおごってやりますよ。おごってくれる、分かってくれるんだ。やった。まあ楽しみにしておりますね。楽しみですね。はい、これ本当に楽しみだ。僕の2つ目のお願いはこちらです。でん、でん、デートプランお任せ旅。おー、面白い。本当にいいね、それ。いい、いいね。もう全部完全にリードしてくれる。集合時間だけ教えてもらって。松田陣来い。ないやろ。焼肉になるからやだな。怖い、ぜひ。この人誰だ、まさか、誰だ、まさか、せーの。すごいね。また泣いちゃう。すごいっすね。デート中泣かないでね。泣かないっすわ。デートプランに手紙の時間が3時間ぐらいある。ちょっとやだな。ちなみに匠、どんなデートプランとか。そうです、なんか俺も普段は結構インドアなんですけど、なんかせっかくなんでアウトドアみたいなことしたいな。おー、いいね。まあ、思います。マサイを連れ出してください。はい、お願いします。かぶり多いね、かぶりが。そうね、まだ当たってないメンバー。確かにまだ当たってないメンバー。はい、入ってる。本当に入ってます。ないよ、多分。入ってます。後藤大量、尾崎大量。あ、ごめん、どうぞどうぞ。すいません、すいません、すいません。西少々。西少々。はい、
何か手作りで作った気持ちのこもったものが欲しいです。いいね、そういう感じね。翔子さんにちょっと似てるかも。例えばどんな、なんか部屋とかに飾れるなんか、なんか思い出にの形に残るものが欲しい。形系ね、うん、とか、なんか身につけれるものとかやったらすごい嬉しい。それを自作するってこと、そう、自分、そう、作ってもらったらめっちゃ嬉しい。まがまがしいオブジェ来たどうする。それも嬉しい、それも嬉しい、それも嬉しい。じゃあ引きますね、はい、引いてください。はい、さあ、誰になるんでしょうか。来るかな、来るかな、3人は来るのか。はい、お、あ、見たことない文字が来ています。お、新しそうな紙だ。誰だ。お、藤巻君。じゃあ入ってたね。俺、あの、一個やってみたやつがあって、うん、あの、なんだっけ、あの、こう、回して、ね、こなんか、作るやつ。あ、陶芸、陶芸。俺、あれやってみたいから。俺、一緒に行きたい、一緒に行きたい。行こう。はい、一緒に行きます。ありがとうございます。いいね、めっちゃ嬉しい。じゃあみんなね、当てはまるメンバーは必ず実行してくださいね。はい、でこれ必ず実行しますので、したら、SNS やらブログやら、はい、何かしらで発表しますので、ぜひお楽しみにしておいてください。はい、楽しみに。はい、今日はね、10月生まれのこの4人の誕生日ということでしたけど、どうでしたか。なんかさ、8月やった時にやりたいなって思ってたから、ね、すごい嬉しい。嬉しいわ。めっちゃこの願い事聞いてくれて本当嬉しい ね、うん、やっぱ誕生日って特別だわ。ね、特別だね。みんながやっぱ線路になってくれるからね。しかもなんか長期的なお願いのおかげで、今だけが楽しいじゃなくて楽しみが継続されるから、めっちゃ嬉しいですね。いいね。次の誕生日は誰ですか。シェー、1人だからね。1人いい。4月の4日、めっちゃ半年で急に急に開く、めっちゃ開きますね。変えた方がいいんじゃない、誕生日。もしかしたらね、またこういう感じでお祝いできるかもしれないし、その時は違う形になるかもしれないし、またお楽しみにしておいてください。はい、では以上、10月生まれの誕生日の子たちのサプライズバースデー企画でした。ありがとうございました。